皆さんこんにちは、ひまりです。今日は私がニコラモデルオーディションを受ける前と受けてから合格してからもっと自分磨きを頑張るために買ったものを紹介します。まずはじめにニコラモデルオーディションを受ける前に買ったものを紹介します。まずはじめに御朱印帳です。私は今3冊集めていて、こっちが花園神社というところで買った御朱印帳です。こっちが伊保天満宮の御朱印帳で、こっちが桜神宮の御朱印帳です。オーディションに行く前にやってもらった御朱印となります。今約100枚以上御朱印集めています。次にお守りです。これは約ニコラモデルオーディションの合格祈願をするときに買ったもので、これは芸能上達のお守りです。これは伊勢神宮で買ったお守りなんですけど、合格祈願が込められてるお守りです。ここは真田神社という神社で買ったんですけど、難関突破合格お守りです。このお守りたちはこれを持ってるとオーディションに自信がつくかなとか合格できるかなと思ったので買いました。2つ目はこのパックたちの紹介です。オーディションを受けるぞって決めてから1日2回必ず毎日パックをするようにしています。こちらはルルルンのパックなんですけど、これはすっぴんがとても綺麗になるパックになっています。こちらもルルルンなんですけど、ハリとかツヤとかが出るパックになってます。またまたルルルンなんですけど、これはルルルンの青のルルルンになっていて、これは夜にいつも使っているパックになってます。で、次に5種類のアロマの香りがするパックなんですけど、カモミールっていう匂いと、ラベンダーの匂いと、ローズの匂いと、ティーツリーの匂いと、柚子の香り。今紹介した4つは夜用で使ってます。次に朝用パックの紹介です。朝用パックは2つともサボリーノのパックを使ってるんですけど、こっちが引き締め効果のあるやつで、とっても目覚めが良くなるのでおすすめです。こっちは特におすすめの商品なんですけど、これは最近新しく出た SDGs に配慮したサステナブルなパッケージのサボリーノパックになっています。私 SDGs 女子なのでとっても注目していて買いました。さっき SDGs 女子って言ってたけどさ、SDGs 女子よく買い物とかに行くときは絶対エコバッグを持って行って、なんかいろんな学校で習ってて、私も小学校の頃に子どもサミットっていうところに行って SDGs についていろいろ発表したりしていました。パックの次は小顔ローラーです。お肉が上に上がってる感じがすごく感じられて、すごいおすすめです。でも別にこれじゃなくても100均とかでも今カッサとか売ってるので、ぜひやってみてください。私昔はすごい丸顔だったんですけど、お母さんがその小顔ローラーとかでマッサージしてみたらって勧められて、これは毎日お風呂上がり夜にクリームを塗ってから毎日やってます。続いてニベアの美白クリームです。ニコラモデルのオーディションを受ける前は普通にお母さんと一緒のを使ったりしていたんですけど、オーディションを受けるってなってからやっぱり美白とかにも気をつけようかなと思ってこれを使い始めて、今はこれをつけてから足のマッサージとかするようにしています。続いてはこのニコラでもよく紹介されているアベンヌのウォーターです。ニコラのオーディションを受ける前に少しメイクをやってみようかなと思ってメイクをやったんですけど、その時にやっぱり崩れちゃうということで、メイクが落ちにくくなるスプレーを買った方がいいかなと思って買いました。で、これは朝起きてからパックとか終わった後に使ったり、夜お風呂上がりに使ったりしています。全身にも塗れるのでとってもお得だし便利です。続いてニコラモデルになってから買ったものを紹介します。まず一つ目はこちらのスケジュール帳です。でも私ピンクが好きなので可愛くて買いました。やっぱり撮影の日程とかをいろいろ書いたり、あとアンケートの締め切りとか、撮影に行った時にカメラマンさんとか編集部さんとか先輩ニコモさんにアドバイスをもらったことを書いて、
次の撮影が来るまでずっと復習しています、ね、まあ、こんな感じで書いてます。毎回書いてるの？毎回書いたり、努力家だすごい。編集部さんとかに私の成長した姿をいっぱい見せたいので、そういうのを少しずつ気をつけて。次にメディキュットです。これはモコモコしてるんですけど、新物を発表の時に美脚毛ってすごい紹介されていたので、期待を裏切らないようにもっと努力をしようと思って、このさっき紹介したニベアの美白クリームを塗って、カサとかでマッサージをしたり、寝る前はこれを履いたりして、昔以上にとても美脚を意識するようになりました。次紹介するものを持ってくるので行ってきます。次紹介するものはキャリーケースです。とやっぱりニコラモデルになるとこういう荷物とかが多い企画とか撮影とかが多いので、このスーツケースを買いました。初撮影の時に私服紹介みたいなで、ブーツとかを持って行ったので、やっぱりブーツ丈も長いのでどうしても入らなかったので買おうと思って買いました。次に紹介するのがオイルとかトリートメント系の紹介です。私はちょっとだけ髪の広がりが少し気になっていて、なんかニコラオーディションに行ってもすごい髪の毛が綺麗な子とかがいっぱいいたので、私も気にかけてみようかなって思って買ったんですけど、まず最初はこのパンテーンのやつなんですけど、こっちの白い方がトリートメントで、黄色のやつがオイルになっていて、中の蓋を開けてみると分かるんですけど、この真ん中の部分を押すと2ついっぺんに出てくるので、どっちかっていう2本買わなくてもこの1本で全てが完成してしまう、とても便利な商品になってます。じゃあ次にこのアンドハニーのオイルです。これ私が使ってるのはシャワーローズハニーの香りなんですけど、私は結構フローラルな香りが好きなので、こういうお花系の匂いのやつにしました。ヘアのセットをする前とかにつけるとすごいサラサラになって、セットがとてもしやすいのでおすすめです。いつもはポニーテールにしたりとか下ろしたりしています。はい、次はカチューシャの紹介です。なんか私はすごいカチューシャがニコラモデルになってからハマって、今日つけてるのとこれもどっちも少し秋冬っぽい感じの柄になっていて、今の時期にぴったりだなって思っています。次はシロジュンの化粧水です。やっぱりニコモになると美白がすごい気になって気をつけようと思って買いました。私は小さい頃からずっとジグロなんですけど、まあ、ジグロだからこそなんかもっと美白のケアを頑張ろうって思って今頑張っています。次に紹介するのが私の一軍コスメになっています。私はやっぱりニコラモデルになったらセルフメイクの撮影とかも多かったり、今日もセルフメイクなんですけど、そういうのも多くなると思ってメイクの練習を頑張ろうと思って買いました。この中からベスト3のコスメを紹介します。第3位はドゥドゥーでん、このキャンメイクのマットのアイシャドウです。この一つでメイクが完成してしまう優れものになっています。そして第2位でるでるだん、ウズのリップです。こういう少しオレンジっぽい色味なんですけど、透き感のあるオレンジすごい可愛いなって思って使っています。第1位はだん、エチュードハウスのプレイカラーアイシャドウのベイクハウスです。愛用してずっと使ってるんですけど、ブラウンって自分の顔にすっごく合うなと思って使っています。ニコラモデルのオーディションが合格ってきて、メイク上手になりたいなと思って買いました。今日紹介した購入品はいかがだったでしょうか？参考になりましたか？コメント欄に私たち新物やってほしい企画などをぜひ書いてください。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントもお願いします。バイバーイ。